ク、ムボジ、この2人も入ってきました。ジョーンズは2試合ぶりのスターター、昨日はベンチからの登場で活躍しました。まず序盤香川が走った第1クォーター、堂原のショット、リバウンドですが、オフェンスリバウンド、ムボジバンクショット、サードチャンスで決めました。そして飯田、スピードを上げて、時間がない中ターンオーバーです。そして長いパスを通してきた松崎、これで3連続でツーポイントシュートが決まりました。ジョーンズ2人ダブルチームでいた中ですが、ボールを回します。ベースラインから攻めていきます。ムボジねじ込んでいきました。一歩前に出ています。渡辺、堂原のスリーポイント。この後プレーが止まるとオフィシャルタイムアウトです。ハインズトップからスピードがある、ファウルでバスケットカウント、プレーが出ました。大きな盛り上がり、ベンチから登場している選手も多い香川です。大町役とも第3クォーター最初から登場。ブロックが入りました。谷口3を狙ったところでデクワン・ジョーンズのブロック。今野からジョーンズ、昨日はジョーンズに対するダブルチーム香川の姿がありました。2メートルある大町、手をかけていきますが、今野のスリーポイント。川村、長いパス通してきて中西、いい合わせを見せました。川村拓也のアシスト、そして中西のスコアです。そして川村からこの中西への鋭いパス、いいアシストがありました。まあ、メンバーがいつもと違う中、得点が伸びない状況です。ハインズ、ハインズのショット決まっていきました。いい合わせができています。5勝1敗の対戦相手佐賀と来週クォーターファイナルとなります。飛び込んできました松崎、友人とハインズ、中西は強力です。松崎から川村にパス、ドライブからノールックで中西に通してきた。川村、中西、中西の後ろに大町、龍神に通してきた。最小得点が55得点だった川はですが、なんとかここには勝ちたいところです。川村のアシスト、龍神のゴール。少し待ちます。中西決めてきた。今シーズンもいろんな会場で兵庫県内でゲームをしてきた西宮ストークス、レギュラーシーズン最後のゲーム、川村のフィールドゴールが決まっています。